早々に席を立ちましたね。そうですね、気の毒だったですね。 On the ice, representing Ukraine, Tatiana Bousujar, Petro Karchenko。 ウクライナのペアです。タチアナ・ボロソツァー、ペトロ・ハルチェンコ。もうウクライナも世界ジュニアのチャンピオンがいただけにあって、結局出場権は取っているから3ペアが出てくるわけですね。そうですね。ですから、あの、まあ、本当に上位を狙えるペアと、うん、そうじゃないペアとどうしても出てきてしまうんですね。はい、ハルチェンコでした。女性は14歳、男性は14歳。タティアナ・ボウスジャース・ペトロ・カルチェンコ、ウクライン。ディスパイラルのところで、はい、やっぱりあの男性の腕が伸びるのが遅いためにですね、うん、完全にトーポジション、男性がトーポジションになってから女性が1回転男性の周りを回らなきゃいけないわけですね。男性がつま先をついてからですね。そうですね、うん、それがおそらく回転がですね、1回転してない状態だと思うんですね。ですから、まあ、その辺はやっぱりジャッジの方がどういうふうに見るかっていうところだと思うんですね。でジャッジもあの9人でもう左端から右端までっていうかなりの距離がありますから、ありますね、あの演技やっているポジションによって非常に見づらいんですね。ですからあのその辺があの引くジャッジと引かないジャッジが出たりとか、それが例えばジャンプでタッチをしたとかっていうと、エレメンツの再生があってそれをチェックするということができますが、まあ、いずれにしてもワンカメ、まあ、1台のカメラで撮ってますから、あのやっぱり確実に見るというわけにはいかないですね。そうなんですか。ですから大体、まあ、人間のこう
再確認するという程度なんですよね。でもそれでも分かりません。ただあのペアだったら2人のジャンプの回転が足らないんじゃないかとか、1つおかしいんじゃないか、回転が少し足らしてるんじゃないかとかっていう時には参考になると思いますね。まあ、このペアスピンなんかでも結局こうやってみると、まあこれはスローですからよく分かるんですけど、リプレイのシステムはスローじゃなくてノーマルスピードですから。ディスパイラルですね。女性が男性がポジションになって最後1回転の、まあ、ギリギリなんとかセーフっていうところですね。非常に若いペアですね。まだ4 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 4